こんにちは、たびにゃんです。道後温泉2日目、この日は道後白露の朝食バイキングからスタートです。道後白露の朝食は洋食バイキングです。スモークサーモンもあるんですよ。サラダやヨーグルト、フルーツ、パンやドリンクなども、もちろんコーヒー、紅茶、そしてこちらはね、パンのコーナーです。鶏の照り焼きやウインナー、スクランブルエッグなど、スープが充実していて、ミネストローネとか、こちらはお味噌汁、じゃがいものポタージュもあるんです。美味しそうです。いただきます。こんなにたくさん取ってきました。道後白露は現代的でスタイリッシュな感じのホテルなんです。コンパクトながらもとっても居心地のいい空間で、観光からビジネスまで松山や道後への旅をカジュアルに楽しんでいただけるホテルでした。日本最古の温泉として名高い道後温泉、とっても滑らかなアルカリ性の単純泉のお風呂なんです。肌に優しくて美人の湯とも呼ばれている。露天風呂までついていて、大浴場でゆったりとくつろぐことができます。道後のシンボルである道後温泉本館も近くなんです。もちろん道後温泉別館飛鳥の湯も、商店街も近くにあって、こちらで浴衣に着替えて散策も楽しむことができるので、とってもアクセスのいいホテルでした。緑に囲まれたまるでカフェのようなダイニングラウンジで、美味しいコーヒーとパン、ヘルシーで季節感のある朝食ビュッフェ、とってもリーズナブルなホテルだなって思います。全館フリー Wi-Fi で、コインランドリーや自動販売機などの共用施設や、とっても広い80台以上の駐車場がございます。この日は朝から雨が降っておりました。昨日は行けなかった伊佐庭神社に参拝に行きたいと思っております。その後はせっかく松山に来たので、路面電車にも乗ってみたいし、松山城にも行ってみたいなって考えております。じゃらんで往復 ANA の飛行機に道後白露さんに宿泊して、全国旅行支援のおかげで5000円割引になって、2000円のお土産クーポンをホテルで受け取りました。なので32,000円でこの旅行楽しむことができました。部屋でゆっくりして10時になったので、傘をさして出かけることにいたします。右側は道後温泉本館です。本館の手前を右に入っていくと商店街、ハイカラ通りになります。ハイカラ通りはアーケード街なので、傘をささなくてもいいのがありがたいです。ハイカラ通り、ローソンのところを左に曲がってまっすぐ行くと道後温泉駅です。左手にはからくり時計や足湯なんかがございます。この道を左にまっすぐ行きますと、突き当たりが伊佐庭神社です。歩いても10分足らずで近いところにあります。正面に長い石段が見えています。あの石段の上が神社です。からくり時計、ちょうどせり上がっていますね。松山出身の正岡式の銅像もございます。ありがたい神社って、長い石段の上にありますよね。この時には雨も小雨になっていたので、どうにかこうにか上がってまいりました。松山に来たら絶対行きたいパワースポットの一つです。朱塗りの社殿は日本に3つしかない貴重なもので、国の重要文化財に指定されております。その壮麗な姿を間近で見ると圧倒されます。縁結びや
真言成就のパワースポットとしても知られていて、高台から道後温泉も見守っている感じの神社です。長い石段を降りて道後駅から路面電車に乗ります。道後駅は1階はスターバックスになっているんです。路面電車の料金は大人一律180円、子供は90円です。松山市の中心部で松山城を囲むように運行している路面電車です。松山城へは大街道で降りるとリフトまたはロープウェイ乗り場がございます。もちろん歩いても行けるんですけれども、今回は雨も上がって爽やかな季節になったのでリフトに乗っていこうと思います。この元帥さん、鯛めしでとっても有名なお店です。先ほど朝食をいただいたばかりで今11時なのでちょっと早いかなと思ったんですけれども、混雑する前に鯛めしをいただこうと思って元帥さんにお邪魔いたしました。鯛めしって初めてだったんですけれども、豪華な卵かけご飯のようなものと説明されました。卵と出汁が混ざっておりまして、その中に鯛のお刺身と薬味を入れてかき混ぜてご飯にかけていただきます。養殖の鯛と天然の鯛を選ぶことができるんですけれども、私は養殖の1650円の鯛めしをいただきました。昭和の以前から始まった愛媛の郷土料理宇和島鯛めし、郷土の味、老舗の味、季節の味を受け継いで宇和海の新鮮なマダイの刺身と秘伝のタレ、最高の食材と手間を惜しまぬ仕事で100年守られてきたという本物の味が元帥さんなんです。卵かけご飯は卵白のドロッとしたのが苦手であまり食べたことがないんですけれども、ぜひ鯛めしは食べて帰ろうと思って意を決していただいたんですけれども、やっぱり卵白のドロッとした感じはちょっと苦手だなって思ったんですが、この出汁が美味しいんですよね。そして鯛は養殖なんですけどもプリプリしていてとっても美味しかったです。海藻の薬味が何種類かついていて海の香りを感じる美味しい薬味です。3膳もいただきました。お味噌汁は野菜がたくさん入っていて合わせ味噌というよりもやや白味噌風のお味噌汁で愛媛に来たなっていう感じがいたします。鯛めしは漁師料理で水揚げされたばかりの新鮮なマダイを刺身にして卵を加えた醤油と出汁をつけてかけて食べる宇和島の鯛めし、全くシンプルなんですけれども素材の味がダイレクトに味わえる理にかなった食べ方だなって感心いたします。これ本当に美味しくって鯛めしはやみつきの味です。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。坊ちゃんとマドンナの像の近くにロープウェイ乗り場があります。ロープウェイでもリフトでも自分で選ぶことができて往復で520円なんて安いんだろうって感心しました。こちら所要時間は約6分です。空中散歩を楽しむことができるんです。松山城は市の中心部にある勝山山頂にあってだいたい8合目までロープウェイまたはリフトで登ることができるんです。この頃にはすっかり雨も止んでいて視線力がとっても気持ちよくって野鳥の声に癒されました。標高が132メートルの本丸広場まで道があるんですけれども、歩いて登ることもできて徒歩で登る場合約20分から30分ぐらいかかります。ロープウェイリフトは朝8時30分から運行しております。ロープウェイの所要時間は約3分、定員は46名で2月から7月、9月から11月までは8時30分から17時30分まで運行で
一人乗りのリフトは所要時間は約6分です。リフトって乗るときや降りるときなんか緊張します。スタッフの方の補助があったので難なく無事に降りることができました。ここからまだ10分ぐらい歩いて松山城の方に出かけます。松山城は約400年前戦国時代の優勝七本槍で有名な加藤義明により築城されたものだそうです。この石垣真ん中のところが少し出っ張っていて妊婦さんみたいで敵が登りにくくなっているそうです。天守閣が見えてきました。姫路城、和歌山城と並ぶ連立式天守を有する城郭として知られています。とっても広い規模の城郭は多くの建物や石垣、壁などが残っておりまして21棟の建造物が重要文化財、一帯は城山公園として実に眺望がいい清々しい空間になっています。お城の中も見ることができるようになっていて、こちらはスリッパに履き替えての見学で大人は520円です。スイカでの支払いが可能でした。山の頂上にあるので食べ物なんかを運ぶのってどうするんだろうって思います。スリッパも用意されていて、靴はこちらの下駄箱に入れて中を見学することができます。階段がねすごく狭くって急な階段なんです。敵が攻めてきた時にたくさんの人数が上がれないように階段が狭くなっているんだとか。松山城は日本で12箇所しか残っていない現存12天守のうちの一つなんですって。あんな急な階段、お姫様は着物を着て登ったり降りたり難しいだろうなって思いながらお城を出てきました。山の山頂にあってこんな高い石垣を登るなんて堅固なお城だなと思いました。帰りもリフトに乗って帰ることにいたします。松山市街を一望できてとっても清々しいです。リフトに乗った時には大きく揺れてちょっと怖かったんですけれども、安定すれば全然怖いことはありません。大きな町の道と書いて大街道と読むようなんですが、大街道商店街は松山中央商店街の一角を占めていて、巨大なアーケードのある松山市を代表とする商店街の一つになるそうです。長さは483メートル、幅は15メートル、天井の高さは13メートルもあるんです。大正時代の初期、用水路が埋め立てられて広い通りができて松山随一の商店街になったそうです。大街道は銀天街につながっていて、銀天街をまっすぐ行くと松山市駅に出ます。松山市駅から松山空港までのバスが出ているようなので、これを使って松山空港に行こうと思います。松山市って大都会だなって思いました。この通り、銀の天井に輝く町を意味する銀天街というそうなんです。ちょうどリムジンバスが来たので、このバスに乗って松山空港まで行くことにいたしました。バスの乗り方って難しくないですか？スイカが使えればいいんですけれども、このバスは現金のみなんです。空港到着の前にアナウンスがあって、お釣りのない方は先にお降りください、お釣りのある方は後からお降りくださいということで、私は千円札だったので後から降りることにいたしました。ちなみに420円でした。とってもリーズナブルですよね。楽しかった道後温泉の旅ももう終わりです。あとは飛行機に乗って帰るのみ。中に入ると真ん中あたりに全日空のカウンターがあって、その向こうは日本航空のカウンターになっています。
1階にはうどん屋さんとお土産物屋さんが並んでいます。その向こうはマスコットキャラクターのみきゃんと蛇口から出るオレンジジュースです。松山空港の記念にこちらもいただいて帰ります。愛媛のみかんジュースは甘酸っぱくて濃厚で美味しいんですよね。全日空のカウンターでチェックインをして2階国内線出発ロビーに進んでいきます。2階は保安検査場と売店とレストラン街です。お土産も買ったしお腹もいっぱいなのでまだ時間少し余裕があるので3階も散策に行ってみようと思います。3階はデッキに出ることができて吹き抜けになっているので1階や2階の様子を見ることができます。椅子テーブルが設置されていてこちらで商談をしたり仕事をしたりする方もいらっしゃいました。すごい広いところで下の飛行機なんかも見ることができてとっても見晴らしがいいところです。松山空港から羽田空港までは1時間30分わずか1時間30分なのにドリンクのサービスがあるなんてやっぱり飛行機って大好きです。飛行経路をたどることができて1時間30分あっという間に過ぎてしまいました。紀伊半島の上空を通過して間もなく羽田到着です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものや旅の動画をどんどんアップしていきます。気軽にコメントグッドボタンご登録をお願いいたします。次回またお会いしましょう。バイバイ。